今日はポールの誕生日です。ポールは自分のお誕生日会にピンク色の大きなケーキが食べたいとお母さんにお願いしていました。誕生日会の始まりです。友達がプレゼントを持ってお祝いに来てくれました。ポップコーンを食べたり、パーティーハットをかぶったり、ゲームで遊んだりして楽しんでいるところへお母さんがケーキを持ってきてくれました。ポールは Happy Birthday to you の歌を歌ってもらい、大きく息を吹き込んで思いっきりろうそくの火を消します。パッ、でもあれれ、ろうそくの火は消えません。実はお母さんがいたずらをしてなかなか火が消えないろうそくにしたのです。ポールは何度も何度もプッパ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 ッと息を吹きかけ火を消そうとしますが、その度にまた火が移ってしまいますね。ねえ、みんなも手伝ってとポールが言うので、みんなの一緒に火を消します。パッパッパッ。